危ねえよ、新型コロナかもしれん。危ねえ、ちょっと油断してマスクしなかったかしね。なんでマスクしてんのね、マスクしなさいって言うのね。ちょっと油断したんよ、風邪治ったから。油断したら元気って言うんじゃない。油断したらちょっと頭痛くて。嬉しいと。いや。ブックオフ。ま、薬飲んで寝よう。明日スキーだからね、また。テン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 。テンテンテン。さ。元気出さんねや。元気出さんってか。丸沼は雪がありそう。去年丹原とかあったんですけどね、見直しとか。今年もなんか暖冬なの嫌だな。マダラオ高原かっこいいね。医療従事者だけで1700人以上が感染し、6人が死亡したと発表。職場を放置し、家族で単位に逃げ出した医療関係者は、懲戒免職となる事件まで起きました。中には、少しでも感染リスクを減らすため、丸刈りにする人たちも増えています。マジですか？一方で。なかなか寒かった。ネットでビッグホリデーのサイト見てたら早割っていうのがあって、ちょっと安かったです。早割はですね、バルーマが4700円って書いてありました。これ5300円です。500円ぐらい安いですよ。スッキリで有名じゃない。含めまして、今日は加藤大臣
心にこちらの4つのテーマについて伺います。審査対象に一定の条件を現在あ、味噌汁ください。味噌汁、はい、あ、どうも。味噌汁ください。スープじゃなくて味噌汁です。ああ、コーンスープでもいいです。なんかスキー場で飲むとすごい美味しいコーンスープ。うん、おととい中国への渡航歴がない神奈川の80代女性が亡くなりました。そしてこちらの20代の男性、さらには北海道の50代男性など、感染経路が不明なケースが全国各地で相次いでいますね。でさらに今日新しく分かったことを改めてこちらまとめますと、和歌山県では新たに3人の感染が確認されました。もともと感染が分かっていた50代の男性医師の同僚の50代の医師とその妻、50代の妻です。でさらにはこの病院の入院患者ということで、この病院では合わせて5人が感染したということになります。でさらに東京都でも新たに8人の感染が出てきました。このうちの7人がすでに感染が分かっていた70代の隔週の医師が山形に乗っていたということです。でもう1人に関しては40代の男性会社員で、入院前に愛知県の新幹線で出張していたことも分かりました。さらにはクルーズ船では新たに感染が確認されまして、合計では285人がクルーズ船では感染が確認されました。東京で、ね、新たに感染が確認された方ですけれども、大臣、新幹線で移動したとなると、もう誰と接触したのかというのは分からないという状況ですね。あ、どうも。あ、おかず問題ですか。なんかこのもうおかずあげたじゃん。あれあれ漬物みたいなのね。漬物みたいなやつあるよ。うん、どこで誰が感染しても、おかしくないような段階に入ってきているのかなというふうに思うんですが、どこで誰がというところまで行っているかどうかということを含めて、先ほど
そうそうそう、それはこれまでのこの数日前は、はい、でもないです。あ、どうも。ご飯もうちょっとください。はい、元気が出るから。どうも。ちょっとください。接触者という名前がついてますけれども、